ノンコの夢は、日本の競争馬である。主な勝ち倉は2015年のジャパンダートダービー、ユニコーンステークス、武蔵野ステークス、2018年のネギシステークス、フェブラリンステークス。11月23日に、東京競馬場のダート戦6 0 0メートル戦の、新馬戦で、石川有紀人を安城にデビューし、単勝3.6倍の2番人気に支持され、勝利を飾った。 7月8日に行われたジャパンダートダービーにクリストフルメールを安城に迎えて出走。逃げるクロスクリーガーをゴール前で差し切って圧勝した。9月23日に馬として JBC クラシックに向けて指導することがトースポにより明らかとなった。2月18日に行われたフェブラリーステークスに前奏歴史ステークスを制した時のコンビ。 内田博之安城で JRA の GI 競争初勝利を飾った。しかし、その後は勝ちきれないレースが続き、2019年のゴドルフィンマイル10着を最後に5月8日付で JRA 競争馬登録を抹消され、大井競馬小林文城の荒山勝則9社に移籍。移籍2戦目のサンターニタドルフィーを優勝し、2020年には、 自身5度目のフェブラリーステークス出走を果たすなど、レース格を問わず堅実に走っているが、勝利はこの一戦に止まっている。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。